君の悩みを YouTube で解決、高額感質問と佐藤です。小田です。よっ、じゃあ本日なんですけれども、はい、副教科いつから始めたらいいんですか、はい、っていうふうなテーマですね、はい、副教科っていうのが例えば社会科目とか、はい、理科であったりとか、あ、そっちか、保健体育とかお前そう入試で使うのやったらええけど家庭科とかね、はいはい、ある図画工作とかはあるけど、はい、別に今使えへんからね、はい、そうそう、だからその社会とか理科とかね、はい、そういったものをいつから始めたらいいかっていうのはね、うん、質問結構多いんで、まあ、今回その児玉先生、はい、校長としてね校舎の2年生とか1年生にですね、はい、日頃からもその指導はしてると思いますんで、それを動画越しにね皆さんにも伝えてほしいなというふうに思います、うん。じゃあお願いします。はい、それでは僕から話をさせてもらうんですけど、はい、まずね、今副教科っていう話をしましたが、うん、理科とか社会を副教科っていうのはもうやめてください。どうも。はい。いや怒られてるの。はい。もうね、副じゃないんですよ。その副教科の副っていう言葉がついてるから、はい、受験生の認識が甘くなっちゃうんですよね。すいません。はい。この理科とか社会っていうのは受験においてはめちゃめちゃ大事な科目なんですよ。はい。で、まずその理由から説明しますね。はい。はい。なんで理科とか社会がね重要な科目か。っていうと、結論から言うと理科とか社会ほど点数が安定しやすいし高得点を狙えるからなんですよね。はい、まあこれ具体的なことを説明すると、ちょっと佐藤先生思い出してほしいんですけど、今模試とかで、はい、国語と数学と英語を受けました、はい、これってね点数安定してました、最初から。いやしてないですね。してないですよね、うん、特に国語現代文とか小説とか模試で見たら、うん、今回の小説めちゃめちゃ面白かっただから解けたっていう時と、何言ってんねんこいつっていう時ってありますよね。ありましたね。つまりその問題の難易度であったりとか当日の体調とかコンディションによって左右されやすいのが国数 A なんですね、うん、はい。ただ理科とか社会ってほんま緊張して解けなかったって経験あります？あんまないですね。あんまないですよね、うん、なんでかっていうと理科とか社会って理科はね物理とかは一部計算が多いんですが、基本的には暗記が多い科目なので、暗記さえしてしまえれば本番どんなに体調が悪くてもそれを出すだけなので、はい、点数は安定しやすいんですよ、うん、でさらにその高得点取りやすいってどういうことかっていうと、今も言ったようにインプットがメインの科目なのでインプットは誰でもできるんですね、はい、理解した方がインプットしやすいですが、まあ、理解せずともインプットはできるので、うん、なのでインプットしてしまえばアウトプットするだけってことは、インプットの量増やせばその分点数は取れるってこと、はい、なので国数 A よりも手っ取り早くね理科とか社会っていうのは高得点取りやすいし安定しやすいんですよ、うん、はい。で今回のまあ質問がいつからやったらいいんかっていうところなんですけど、ここが一番ネックになっているところで、はい、理科とか社会はインプットがメインの科目にはなるんですけど、はい、そのインプットの量がめちゃめちゃ多いんですよね、はい、例えば英語とかやったらシスタン覚えろよって言われたら、まあ、2000語ぐらいじゃないですか、はい、日本史って大体2万語ぐらい覚えなあかんんですよ、はい、ゼロ1個違いますよ ね、はい、だこれどうしたらいいかっていうと、これは早めにやる、はい、これだけです。学校のカリキュラムとか見ても基本的に日本史とか世界史って1年以上かけて全範囲を進めると思うんですね、うんうん、じゃあ今からやって1年後って考えたらもう来年の10月11月、うん、もう入試迫ってますよね、うん、つまりできれば早いうちに今から始めてください、はい、ただ今はとりあえずちょっと国数 A まだ全然基礎も詰まってないしっていう子は、遅くとも年末12月末からは絶対に始めてください、はい、なんでかっていうと1年後って考えた時に年明けて共通テストが迫ってるのに範囲が終わってないってなったらもうどうしようもないので、はい、まずは年末までに理科社会の勉強を始めてちょっとずつちょっとずつ進めてください、うん、はい。ただこれが3年生になってからやるとかね、夏からやるとかっていう人はインプットの量が一気に増えるので、うん、暗記もしづらいし精神的にもしんどいし肉体的にもしんどい、うん、から理科社会から逃げてしまうってことになる、はいはい、なので理科社会は高得点取りやすいし安定しやすい、ただインプットの量が多い、つまり受験まで1年以上かかるっていうことを見越して年末までに必ずスタートを切ってください、うん、はいはいちなみにね、高学館やったらその服、あぶなあぶな、服って言ってまいそうなんですね、社会、また理科、この科目は一応冬季講習から始まりますね、うん、12月の末あたりから始まっていくんですが、3年生になるまで、要は2年生の3学期終わるまでですよね、うん、ここまでで高学館やったらどれぐらいまで終わるんですか？受験のカリキュラムの大体 30% ぐらい終わります、ね、うん、はい、30% ぐらい終わると、うん、はい、だから2年生のうちにもうそれぐらい終わらしとかないとカリキュラム的に間に合わないですよ、うん、そこは最適ですよっていうのを、まあ、高学館としては20年ぐらいね、はい、もうそのカリキュラムでやって
ってるわけですから、これもうあんま変わってないんですよね。毎年じゃあ今年は3年生から始めましょうとか、うん、じゃなくてもう2年生の12月の段階から始めるっていうのが今まで長年やってきた塾としての正解なんだと、うん、はい。なんでこのね今皆さんに伝えていますんで、まあ、塾に入ってる人やったらしっかりそれをね守ってもらって、2年生の年末からしっかりと始めてもらうんだと、うん、で塾に入ってない人でも今の話を聞いて、あ、じゃあそのタイミングから始めていかなあかんねんなっていう風に考えてください。でもし何やったらいいかわからんっていう場合はやっぱ授業を受けてね、うん、インプットしていった方が、はい、さっき子供先生も言ってましたけどインプットはできます、うん、できるんですけどやっぱり理解は大事なんですよね、うん、あった方が覚えやすいわけです、うん、ってなったら、まあ、理解っていうのはやっぱ誰かに教えてもらって初めて理解できるものいっぱいあるわけですから、うん、もしね自分一人やったらきついなっていうのやったら、ぜひ高学科でね体験授業とか受けれますんで、ぜひぜひ受けてください、はいはい、めちゃくちゃ分かりやすいんで、そうです。かつね高学科の強みっていうのは、まあ、大手予備校さんとは違って集団授業ではあるんですが少人数規模の集団授業を取っています。なんで一人一人ねきめ細やかにね、うん、学習新築であったりとか、うん、悩みっていうところもしっかりと拾っていきますから、ぜひぜひね一人でできないよっていう子は、おそらく高学科合ってると思いますから体験に来てみてください、うん、ってのがこの動画の内容になります。はい、はい、ザン。